にちは、東京リベンジャーズ解説動画チャンネルのなーちゃんです。2022年6月に発売された通り部キャラクターブック第3弾天竺編、多くの新情報が明かされていました。そこで今回はキャラクターブックで明かされた新情報をキャラクターごとにまとめてみました。何でもベスト3のコーナーも紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。なお、ネタバレの内容を含みますのでご注意ください。黒川イザナ。1987年8月30日生まれ、乙女座で A 型のイザナ。イメージカラーは青紫とのことで、瞳の色と同じ色でしょうか。身長は165センチ、体重58キロと小柄ですが、喧嘩の強さは作中最強クラスで、不死身のイザナと呼ばれていたようです。好きなものには、ペットの熱帯魚、ベタの鑑賞をあげているイザナ。イザナの部屋の間取りを見ると、大きな熱帯魚の水槽がありました。嫌いなものにはマイキーを、尊敬する人、憧れの人には新一郎を挙げています。また夢は俺らの国とのことで、幼き日の各長との約束を叶えることがイザナの夢のようです。そんな各長はイザナの武勇伝または失敗談の中でも名前が挙がっており、下僕の各長が強くなってきたので稽古をつけたら危うく負けそうになったので、王のパンチは絶対に避けちゃいけないという理不尽すぎるルールを設けてボコボコにしたんだとか。また気圧の重い日が苦手なイザナですが、そんな日はベタに餌をあげて窓辺で俺の思いを奏でるかとのこと。間取りを見ると窓際にアコースティックギターが置いてあり、趣味にしているそうです。イザナがギターを弾くシーン、いつか見てみたいものです。各長。小3の時に家族旅行中の事故で家族全員失い、名字を捨ててイザナと出会うまで一人で生きてきたという各長。そういった背景が関係しているのか、誕生日と星座は不明となっていました。身長は179センチ、体重63キロで、血液型は O 型、イメージカラーはグレーです。好きなものにはトレーニング、嫌いなものは弱いやつとのこと。朝起きたらまず軽く1時間トレーニングとヨガをするんだとか。間取りを見ると部屋にもベンチプレスや懸垂用のバーなど、トレーニンググッズが置かれていました。トレーニングとヨガを済ませた後は外に出て不良と喧嘩をし、家に帰ったら体を冷ますためにベンチプレスをして、夜は夜で盛り場でチャラい不良と喧嘩するそうです。トレーニングと喧嘩漬けの日々を送る各長ですが、間取りを見ると部屋に趣味の料理雑誌が置かれていました。実は料理が得意というギャップの持ち主なのかもしれません。尊敬する人はイザナで、夢もイザナと同じ俺らの国でした。そんなイザナと作った天竺ですが、メンバー集めで灰谷兄弟を誘った時に条件として、俺らの特服だけ色違いなら加入すると言われたんだとか。確かに灰谷兄弟はどのチームにいる時もみんなと違う特服を着用しています。各長はどうでもよかったため OK を出しましたが、イザナからは何目立つことさせてんだよとボコられてしまったそうです。望月幹事。1988年3月9日生まれ、魚座で B 型のモッチー。イメージカラーはキャメルで、身長192センチ、体重94キロとかなり大柄です。好きなものはトウモロコシですが、歯に詰まったトウモロコシは嫌いなんだとか。
尊敬する人はイザナでしたが、苦手な人にまどらめし音をあげていました。各長とは仲良しなようで、2人でジャンボ餃子50個食べたら無料キャンペーンに参加し、モッチーだけが無料を勝ち取り、帰りに各長と喧嘩になったそうですが、各長の腹パンでモッチーが全部リバースしてしまい、2人で死ぬほど笑ったんだとか。なんとも微笑ましいエピソードでした。まだらめし音。1988年3月21日生まれ、お羊座の AB 型で、通称が狂犬のまだらめ。身長180センチ、体重66キロ、イメージカラーはカナリーイエローとのこと。尊敬する人にはイザナをあげており、夢もイザナの右腕になることだそうです。マダラメが総長を務めた9代目ブラックドラゴンを潰された経験からか、怖い人にマイキーをあげていました。生きってるやつが嫌いだというマダラメは、マダラメから見て上下関係がしっかりしている一つ年下のリンドウが気に入っているようで、俺らの世代と今のトーマンの世代は戦闘力がバグってる。他の世代なら俺もお前も間違いなく天下を取れただろう、などと愚痴っているんだとか。対するリンドウは、それが分かっててあんだけ生きれるシオン先輩はマジやべえ、リスペクトっす、と若干いじっているとも取れる返しをしていますが、マダラメは、リンドウ、お前やっぱいいやつだな、とジーンと来ているようで、マダラメの憎めない一面を知ることができました。灰谷蘭。1987年5月26日生まれ、双子座 A 型の蘭。身長183センチ、体重70キロとモデル体型をしています。イメージカラーはロイヤルパープルで、蘭もイザナ同様、瞳の色と同じ色でしょうか。尊敬する人は各長、苦手な人にはキサキとハンマをあげていました。蘭は頭脳派だとも言及されていましたが、いろいろ企んでいたキサキとハンマを苦手とするあたり、鋭いのかもしれません。また蘭はおしゃれさんなようで、好きなものに10代にしてなんとイヴ・サンローランをあげていました。またモンブランも好きとのことで、こちらもおしゃれっぽい好物です。ある日の日常として、1週間ぶりに美容院に行った話が上がっているのですが、逆に週1で美容院に通うなんて、ここにもおしゃれっぷりが出ています。またもちろんその担当の美容師さんも原宿のカリスマだそうで、今日どんな髪型にする？と聞かれたランは、マイルス・デイビスが最後に奏でたピアノの旋律みたいにしてよ、と返しており、粋な返しなのかなと思ったのですが、美容師さんからは、今日も絶好調だねラン君、ちなみにマイルスはトランペッターだよ、と突っ込まれています。ただラン的にはカリスマ同士はこれで全部伝わるとのことでした。おしゃれエピソードが多いランの嫌いなものは徹夜で、逆に武勇伝は24時間寝れること、そしてお気に入りの場所はベッドとのことで、とにかく寝るのが好きなようです。灰谷林道。1988年10月20日生まれ、天秤座で B 型の林道。身長は172センチで、体重65キロ、イメージカラーはアメジストです。好きなものは筋トレで、嫌いなものは脂質が多い飯と、柔術を得意とする林道らしいストイックさがわかる情報です。武勇伝もしくは失敗談では、出会ったばかりの頃に各長にトレーニングに付き合えと言われ、
ベンチプレスをどれくらい持ち上げられるかの勝負だと思って意気込んでいったら、各長はなんとヤクザの事務所に乗り込んでいきなり殴り出したんだとか。林道もその時は一緒にいた手前、殺される覚悟で暴れ回ったものの、各長のトレーニングには二度と付き合わないと決めたそうです。また筋トレの他に DJ も好きなものとして挙げており、夢は日本一流行ってるクラブのオーナーになることなんだとか。確かに灰谷兄弟の部屋にはバーカウンターや DJ ブースがあり、お酒と思われる空き瓶やピザのゴミ、ドンキで買ったというパーティーグッズなども散乱しており、まるでクラブのようでした。この部屋に10人ぐらい引き連れて昼から飲んだくれたりもするそうです。そのまま夕方の4時ぐらいになり、ランが起きてくると林道はトイレに避難。しばらくしてそっとリビングを覗くと、全員パン一で正座させられていたんだとか。不機嫌マックスの兄に林道はランの好物のモンブランを買ってくることを心に決めたそうです。武藤康弘。ムーチョは1987年4月28日生まれ、お牛座の大型で、身長187センチ、体重86キロと大柄です。イメージカラーはカーキ。嫌いなものは高タンパク低脂質の代名詞、鶏のささみとのことですが、食べ過ぎて嫌いになったそうです。また、夢は意外にも喫茶店のマスターとのことでした。尊敬する人はイザナで、苦手な人にバジとカズトラを挙げています。特技は将棋とのことで、番外編では春千代とも将棋を指していました。失敗談にはその春千代がなかなか心を開いてくれないことに悩み、とりあえず自分の好物であるコージーコーナーのチーズケーキをあげてみたものの、春千代が気まずそうにしているのでどうしたのか聞いたら、チーズが嫌いと言われてしまったんだとか。それでも春千代は挑戦しますよと食べてみてくれたものの、その後会話がなくなってしまったそうで、ムーチョは改めて人の心を開くのは難しいと感じたそうです。ただ春千代は好きなものにコージーコーナーのチーズケーキをあげています。会話がなくなったのは嬉しくて黙ってしまったのでしょうか。サンズ春千代。1990年7月3日生まれ、マイキーたちと同い年の春千代。カニ座の AB 型で、身長も172センチ、体重55キロとのことで、BMI を計算すると 18.59 で、低体重となる BMI18.5 をギリギリ上回っている状態でした。イメージカラーはマゼンタに近いピンク。嫌いなものは汗をかくからという理由で辛いものが上がっていました。特技は剣術で、尊敬する人はマイキー、苦手な人は暑苦しいやつとのことでした。ムーチョは春千代の心を開くのが難しいと感じていましたが、春千代の方もムーチョの誕生日にムーチョの嫌いな人間を調べ上げてボコボコにして、髪の毛をむしってその髪の毛にラッピングしてプレゼントしたところ、ブチ切れられたため体調は難しいと感じていたようです。春千代の狂気はこの頃から冴えていたようですね。そんなムーチョの特技でもある将棋、春千代の部屋にも将棋が置かれています。他にはウェットティッシュが靴箱とリビングの机の2箇所に置かれていたのが気になったのですが、春千代は綺麗好きなのでしょうか。マイキー、バジと幼馴染の春千代。
バジがトーマンをやめたとき、どうしても聞きたいことがあってバジを追いかけたそうです。そこでハルチオは、最後に一個だけ聞きたいことがあるんだと言うと、バジはバルハラのことなら何も言えねえぜと答えましたが、ハルチオが聞きたかったのはなんと、お前トリートメント何使ってんだでした。はというバジでしたが、ハルチオが昔から思ってたけどよ、いつもお前キューティクルだからと続けると、相変わらず変なやつだな、石鹸だけどと教えてくれました。まさかバジがあのふさふさのロングヘアを石鹸で洗っていたとは。それを真似したハルチオの髪は無論ギシギシのパサパサになったそうです。今回のファンブックの中で一番笑ったエピソードでした。川田奈穂や。1989年5月25日生まれ、双子座 B 型のスマイリー。身長は髪のボリューム込みで170センチ。体重は56キロで、イメージカラーはオレンジです。タイムカプセルにストッパーを入れていたスマイリーは、どんなにストッパーをかけても縮れる頑固なくせ毛を嫌いなものにあげていました。特技は、ラーメンをプロ顔負けに美味しく作るとのことで、将来アングリーとラーメン屋をやっていたことも納得です。尊敬する人はムーチョ、怖い人はアングリーをいじめたのがバレた時のお袋とのことでした。夢はサラサラのストレートヘアになってホストグループスマイリーのオーナーに君臨することだそうですが、アングリーの夢は兄ちゃんを悪の道に進ませないことでした。川田宗也。1989年5月25日生まれ、双子座の B 型。身長は髪のボリューム込みで170センチ、体重58キロと、体重以外はスマイリーと全く同じプロフィールです。イメージカラーは水色で、尊敬する人は兄ちゃん、怖い人にはスマイリーと共に乾杯したというモッチーを挙げていました。スマイリーがいるときはリビングでおしゃべりしていて、その時間が一番好きとのこと。二人の共同スペースには、二人で遊ぶゲームや、二人が好きな漫画などが置いてありました。好きなものはぬいぐるみで、一番のお気に入りだというチンアナゴのスムージーくんは、抱き枕としてベッドに置いてありました。なぜチンアナゴでスムージーという名前なのかは謎ですが、怒った顔とは裏腹に、とても優しいアングリー。朝帰りでスマイリーがボコボコで帰ってくれば手当てをし、昼には喧嘩して怪我をしたバジとドラケンが来たので手当てをし、夕方には腹が減ったとスマイリーにラーメンをねだるマイキンが来たため、 B さんでバイクに乗るせいで擦り傷が絶えない足の甲に絆創膏を貼ってあげるというほっこりエピソードが記載されていました。アングリー曰く、みんな俺のこと保健室だと思ってるとのこと。林良平。1990年10月15日生まれ、天秤座 B 型のペーヤン。身長176センチ、体重56キロと、BMI が低体重に値するほど痩せ型のようです。イメージカラーはエメラルドで、好きなものはパーチンの頭の中、嫌いなものは83構想でペーヤンをはめたキサキの頭の中だそうです。尊敬する人はマイキー、苦手な人はアフガンハウンドのポチとのことで、パーチンのペットでした。また、
昔しめたチンピラ10人に待ち伏せされてボコボコにされてしまい倒れてしまった時、通りかかった手芸部副部長安田さんが手当てをしてくれたんだとか。そのお礼に後日お気に入りのメリケンサックをあげたら嫌われてしまい、ペーヤンはやっぱりあいつは苦手だと言っていましたが、ペーヤンと安田さん意外とお似合いな気がする二人です。なんでもベスト3天竺編、和久井先生の書き下ろしイラストとともに天竺メンバーのなんでもベスト3が発表されました。個人的に特に気になった3つのランキングをご紹介いたします。まずギャンブルが強そうなのは3位ハンマ、2位がハルチオ、1位がキサキでした。ワースト3位はイザナで、2位が拡張、1位がココとのこと。金を作る天才ココですが、お金が好きなわけではないのでギャンブルにも興味がないのでしょうか。続いて足が速いのは3位拡張、2位イザナ、1位がランでした。ワースト3位はマダラメで、2位がモッチ、1位がキサキとのこと。肉体派ではなく頭脳派のキサキ、俊敏さよりパワープレイのモッチーがワーストでした。最後は恋人にしたい人ランキング、3位がココ、2位がリンドウで、1位は拡張でした。ワースト3位はマダラメで、2位はハルチオ、1位はイザナでした。誠実で男らしい拡張が1位なのはとても納得しましたが、ワースト1位がイザナなのは意外でした。皆さんのベスト1、ワースト1位もぜひコメント欄にて教えてください。ご視聴ありがとうございました。エモい情報が満載で、かなり読み応えのあるキャラクターブックでした。これからも毎週水曜日の最新話解説動画など、たくさんの通り部動画を上げていくので、チャンネル登録もお願いいたします。